週間のお天気をお伝えしていきます。関東や東北エリアでは曇りや雨のお天気が続いていきそうです。その他のエリアでは週の中頃までは日差しが届いても、その後は雲が広がりやすくなります。南西諸島方面は引き続き梅雨空となりそうです。気温を見ていきますと、これまでのような暑さは落ち着きます。ただジメジメムシムシとした体感となっていきますので、熱中症対策や食品の衛生管理等は万全に行うようにしてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご確認ください。